ディープ110インパクト、いよいよ第一試合が始まります。こちらが健太、赤いピンク色のリストカラーになります。そして一方青のリストカラー朝比奈隆起。早速第一試合が始まりました。解説はディープライト級チャンピオンの大原樹里選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてまずこの2人の戦いなんですけれどもね、大原選手、ね、柔道ベースの2人ですね。2人とも柔道ベースなんですね。意外とでも今打撃のやり合いなんで、そうですね、右ストレートを伸ばしていこうというところですよ。ローキックを放った、おっとカウンター。さらに今突っ込んできた朝比奈に対してガブっていこうという健太。この攻防は今足を取っていますが、朝比奈健太選手結構締め技が得意なはずなので、今のところ結構良かったんですけどね、返しましたね。そうですね、一旦離れました。まずはお互いに強打から放っていきました。意外と柔道ベースだと組み合いになるかなと思って、意外と打撃の始まりなんですね。そうですね、結構2人ともイケイケな性格なんですね、これね。まだキャリアはそこまでありません。今日が4戦目というケンタ、画面右です。そして一方左から身を伸ばしていきました朝比奈隆起は今日が2戦目です。右、あのデビュー戦は KO 勝利を収めているのはこの朝比奈の方なんですけれどもね。そうですね、ケンタ選手は前線なんですけど、自分の後輩の岩見が1本取られちゃってるので、結構寝技は強かったなって印象ではあるんですけど、こんなに打撃やってくるとは思わなかったですね。かなり強化してきたんでしょうね、そこら辺、自信あって振ってますね、2人とも。さあ組みついていきました。潜り込んでいこうというところ、後ろに回っていこうとしているケンタ。さあバックを取っていこうというところですが、崩していく、ちょっと無理食いすぎましたね。結構無理食い投げに行っちゃうと背中見せることになっちゃうので、なるほど、結構潰されるとこの体勢なんですよね。今の朝比奈の方ですね。そうですね、はい、ケンタ選手はせっかく結構バック取れちゃってるので、ここ結構大事に行きたいですね、はい、ここまで3戦2勝1敗、その2勝のうち2つサブミッションで一本勝ちを収めているというケンタ、決め力もあります。バックからのチョークがすごい得意なんですよね、やはりあのリアネイキッドチョークですよね、はい、ここはバックを取って右足を相手の右の太ももの上からかけていますが、この体勢というのは小原選手どうでしょうか。そうですね、悪くはないんですけど、右足だけで、あと左足かけたいんですよね。なるほど、ってなると結構ここだとせっかく右手掴んでるので、ケージ蹴って無理くり相手転がしちゃうっていうのが一つの手なんですよね。そういう形もありますが、ケージとなりますとそういった使い方もありますよね。意外と、はい、結構使えるんですよね、ケージ蹴ると、ケージ蹴る選手って海外にもいますからね。そうですね、せっかく使えるなら有効に使った方がいいと思いますね。そうですね。さあここはバックを取っているケンタでありますが、まあ、メインで兄貴分のコロさんが出るので勢いをつけるためにも1試合目からドーンと盛り上げて勝ちたいという話をしていたケンタ。なるほど、まあそうなりますよね、やっぱ後輩の立場からしたらね。そうですね、自分もそういう記憶があります。あ、そうですか、はい、まあ、そういう意味では大原選手にとっては今メインイベンターですから、大原選手も懐かしい気持ちになるんじゃないですかね、まあ、そうですね、後輩だった時が懐かしいですね、はい、さあそして今バックを依然として取っている、あ、足をかけました、左足かけましたね、はい、ここで今両足を相手の胴体にしっかりと巻きつける形になりました。クロスしています。この形はどうでしょう。ここすごいいい形なので、まあ、あとはもう1本、そうですね、右手で腕取っているので、はい、まあ、ここすごいコントロールしやすい形であると思うんで、まあ、できるだけ殴っちゃったりとか。あ、なるほど、右のパンチ、ましたね、はい、ここから締め上げていくリアネキッドチョーク。得意の技にちゃったかな、まだ顎の下ではない。さあここで今一瞬入ろうとしましたけれども ね、これね、でも結構この体勢、まあ、いい体勢なのでやっぱ、はい、そうですね、まあ、諦めず何回かトライするか、まあ、ある程度削ってから1本取りに行く姿勢でもいいと思うんですけど、まあ、今のところはそうですね、ちょっと1回落ち着いちゃいましたね。そうですね、朝比奈が健太の右腕を阻んでいるという形でもありますが、さあここはバックをしっかり取っている健太の方です。得意のリアネイキッドチョークに行きたいところでありますが、外していきました朝比奈、はい、朝比奈選手はこれ首なるべくガードしたまま、そうですね、もう何とかしてこう整体したいですね、このままだったらこのまま時間切れちゃうと、まあ、1ラウンドも健太選手になっちゃうので、はい、さあここは右手の位置ご覧ください。さあ健太がリアネイキッドチョークを狙っているという形でありますが、さあなんとか少し移動した朝比奈ではありますが耐えています。残り時間は第1ラウンドまもなく30秒になろうとしています。なんとかして動きたいですし、ケンタ選手はこれはもう、そうですね、ラスト20秒とかになっちゃうと結構決めもきついと思うので、そうですね、そうしたらもうパウンドを思いっきり殴っちゃってていいと思うんですよね。なるほど、はい、
バックから今4の字にクラッチしている足の形です。ケンタ4の字ロックになっちゃうと結構動ききついので、はい、そういうことですか、はい。あ、まあでも腕うまいことを、そうです、今腕を抜いてこのパウンドですね、左のフックを出していきます。パウンドを放って第1ラウンド終了のゴングを聞きました。ケンタです。ディープ110インパクト第1試合です。バンタム級の5分2ラウンドで争われています。この後2ラウンド目ファイナルラウンドを迎えます。まず第1ラウンドの印象いかがでしたでしょうか。まあ、第1ラウンドはもうバックずっとキープしたのでケンタ選手になっちゃったので、はい、まあ、もう朝比奈選手は次のラウンド行くしかないですよね。ディープはもうラウンドマストなので、まあ、盛り返してドローか、まあ、自分から取りに行って倒すかしかなくなっちゃったので、はい、まあ、朝比奈選手は今後がないなっていう感じですよね。そうですね。そして今横田和織代表からの指示を聞いているケンタでありますが、第1ラウンドとしてはいい形で締められましたよね。そうですね、まあ、第2ラウンド余裕持って攻めれると思いますね、はい、これは。こちらが朝比奈隆起、トライフォース赤坂所属です。高校3年生の時に全国高校柔道選手権73キロ級で準優勝、全日本の強化指定選手にも選ばれた選手です。すごい経歴の持ち主ですね。そうですね。ファイナルラウンド。さあ第1試合ファイナルラウンド、2ラウンド目を迎えました。共にオーソドックススタイルです。右のローキックを放っていこうというケンタに対して右を振っていきました。パンチを振ってきた、アッパーから入っていこうとしていきました。朝比奈になります。左、しかし右返した、リターンパンチ、しかし打ち負けない、前に出る朝比奈。朝比奈も返していきますね。そうそう、朝比奈選手も結構柔道強いと思うので、まあ、無理くり殴りに行っても、まあ、そうそうパンと取られることはないと思うんですよね、はい、なるほど。でなのでやっぱ2ラウンド目行くしかないってことを考えたら、まあ、もうもっと無理くりぐるぐるいっちゃっていいと思うんですよね。そうなんですね、強引さも必要になってますよね、はい、やっぱ5分2ラウンドだとそういう戦い方に結構なっちゃうので、やっぱ前半取った方が有利になるんですよね、5分2だと、はい、なのでまあもう朝比奈選手は もっといっちゃっていいと思うんですよね、ここはお互いにフェイントを掛け合いながらというところです。左のジャブを出していこうという朝比奈、右のストレートも出していきました。そして一方上半身をよく振っていくのはケンタの方です。この軽やかな動きです、身のこなし、すごい。これ上半身振るとパンチ一気に当たんなくなっちゃうので、なるほど、相手のパンチをかわしながらバックステップ、はい、今のパンチもケンタ見えてますかね。ケンタ選手ちょっと落ち着き始めましたね。そうですね、やっぱりあの第1ラウンドを自分が優位に進めたということが大きいんでしょうか。でしょうね、精神的なもの十分あると思うので、まあ、いい動きどんどんなってますよね。なるほど。さあここからさらにエッジ、おっと右のフック、外側からアリスに行こうという朝比奈でありますが、いいパンチですけど、結構そうですね、朝比奈選手は焦ってるのか、ちょっと大振りになりつつ、一発になりつつあるので、あ、そうそう、声の声ですね、左、おー、右返した、もうガチャガチャ行くしかないです、ガチャガチャ行くしかないです、ケンタも殴られてもしっかり返しますからね。そうですね、殴り返すのケンタ、そして右のフック、これが大振りになってますよね。そうですね、この一発で沈めようと思うと大体沈まないんですよね。なるほど。でもコツコツ丁寧に丁寧に殴りに、でもやっぱ積極的に殴りに、ちょっと難しいところですけどね、はい、まあ、決めに行きたいところではありますが、ただあの大振りになりますと逆にケンタからするとタックルのタイミングでもありますよね。そうですね、しかもケンタ選手よく見えてるのか、大振りに合わせてカウンター合わせてるんですよね。なるほど、そこはよく見ています、ケンタ。さあ2期分の頃につなげたい、その思いを持ってこの第1試合のケージに上がっています。左のジャブからケンタ、さあローキック放っていく朝比奈でありますが、右のストレートから入っていく、いいタックル、ここはタックルに行こうというところ、おー、そして上からバックを取った、バックこれ結構簡単に上げちゃいましたね、もったいない、ケンタがバックを取りました。今流れるようにバックを取りましたね。そうですね、いや、いい、すごい練習がよく見えましたね。はい、ここからひっくり返していきます。左腕は首元を狙っていく、リアネイキッドチョークを狙っていこうというケンタ、しかし左の拳振っていく朝比奈、バックを取られています。小原選手、この体勢になりますとケンタとしてはがぜん有利になると思いますけどね。そうですね、これ逆に朝比奈選手はここで殴りたい気持ちはすごい分かるんですけど、もうここで殴っても勝てることがほぼないので、なるほど、もうしっかり対処して正対して、もう強い打撃入れた方が、まあ、朝比奈選手にはすごいいい方向ではあるんですけども、また4の字ロックですね、後ろからケンタ、そしてまた右腕ご覧ください、前腕の部分喉元に突き刺さろうとしていますが、しかし後ろのケンタにパンチを放っていこうというバックを取られている朝比奈隆起、ただ絶えず後ろからバックを取っている
健太しっかりと足を今ちょっと緩んでるのね、ここで一気に整体を繰り返したいんですよね、はい、完全にアウンテイされていますが、そして今リアデッキとチョークの形に入っていこうという健太。さあここはまだ喉元には入っていませんが、まだ完全な形ではありませんね。そうですね、健太選手いいですね、決めに行って決まらなかったらまたパウンドに行く形で十分攻めれているので、はい、まあ、すごい健太選手の動きになっちゃってますね今ね、これは。そうですね、今日が2戦目という朝比奈隆起です。デビュー戦は見事 KO 勝利を収めていますが、ただこの2戦目健太との一戦苦戦を強いられています。またリアネキッドチョークの形に入っていこうとしている健太。さあひっくり返して相手をコントロールしていきます。今外れました。ただ時間が残る時間まもなく35秒になろうとしています。第2ラウンド、ファイナルラウンド、このまま健太としてはバックコントロール、まあ、そうですね、はい、このまま、まあ、バックコントロールすればやっぱポイント的な健太選手入っているので、ただ締め上げていく。さあしかしまだ決まっていない。まあ、相手も朝比奈も分かってますからね、リアデッキとチョークが得意だということはね、そこはすごい警戒できたんですけどね、残り時間あとわずか。健太選手のこのバックからのキープがすごい上手いですね、はい、そうですね、第1ラウンドもそうだったんですが、この第2ラウンドも終盤に向けてしっかりとバックコントロール健太です。そしてパウンドバックマウントからパウンドを放っていこうというところでありましたが、ここで試合終了です。いやちょっと2戦目だった朝比奈隆起にとってみれば思うようにいかなかった1ラウンド2ラウンドだったかなと。そうですね、結構やりたいことやられてる感じというか、まあ打撃やりたかったのかなと思うんですけどね、まあそうですね、ちょっと簡単にバック見せつ上げちゃいましたね今回は。あ、そして今ケージサイド、一軍の方にはライジンとさらにはディープジュレスのチャンピオンでもあります伊沢聖華がセコンドについています。今話題のですね。そうですね、時の人で、はい、時の人ですねさあそのことが判定です。ジャッジ柴田20対18、赤健太、ジャッジ福田20対18、赤健太、ジャッジ永瀬20対18、赤健太、以上3対0を申しまして勝者赤健太、文句なしです。健太3対0判定勝利を収めました。健太これで連勝です。2戦目で5月ですね、力也に手を巻きを喫して黒星を挙げましたけれどもね、見に行ってました、はい、まあ、その負けを一つの糧にして岩見亮に勝って、そして今回の朝比奈隆起にも勝ったという、はい、これで連勝、いい形でキャリアをスタートさせてますよね。そうですね、まあ、また自信にもなるでしょうし、はい、まあ、どんどんまた上に行くのかなと思いますね。そうですね、特にバンタム級は日本でも熱い軽量級でもありますからね、はい、それからの朝比奈隆起プロ初黒星消してしまいましたが、まあ一つ糧にはなりますよね。まあ、そうですね、またこの悔しさバネに頑張って練習すると思うので、はい、まあ、また強くなって戻ってくるんじゃないかなと思います。そうですね、この健太も高校時代は全日本ジュニア5位、そして大学と実業団時代に全日本選手権ベスト16に輝くという柔道でもトップレベルを示してきたこの健太、現在 MMA ファイターとしてこれで連勝を飾りました。まあ、判定勝ちではあったんですが、兄貴分のコロ選手につなげた勝利ではありましたね。そうですね、これで、まあ、コロ選手すごいやりやすくなったんですかね、やっぱ勢いでいけるんじゃないかなと。さあそれでは健太選手です。すいません、はじめまして、ケイクランの健太です。知らない方たくさんいると思うんですけど、ケイクランで強い選手がいっぱいいて、いつも生まれて頑張ってます。今回メインでコロさんがいるんで絶対に負けれなかったです。いつも応援ありがとうございます。すいません、これから勝ち方はしょぼいんですけど、これからもっと練習してもっと目立っていくので、ちょっと名前を覚えてください。健太です、よろしくお願いします。コロさん勝ちました。見事勝利を収めました健太選手に攻めた。コロ選手への声は間違いなく今控室で準備しているチャンピオンのコロ選手に届いたはずです。見事連勝を成し遂げました健太です。